4 8 6は、インテルの X86 系マイクロプロセッサで、386の後継製品である。当初の名称は、8486で、後に連貨版の 486SX を、ラインナップに追加した際に、従来の8486を、486デラックスと改名し、同時に、それらの総称として、 i486 の商標を使うようになった。i をつけたのは、米国では、番号だけの名前は、商標権を取れないためである。インテルが現在使用している名称は、インテル486、プロセッサである。486デラックスにチップ本体の、クローズアップ486は386の、上位内視後継の X86。 マイクロプロセッサである。基本的な命令セットは386と同様に、IA-32 と後に呼ばれることになったもので、B スワップなどいくつかの命令の追加がある。実装としては、性能向上を重視した全くの新設計である。他に、 新アーキテクチャの最初の実装のため386で発覚したいくつかの問題点の修正。NDP の標準での内蔵、X86 系としては初の音大キャッシュなどが主な特徴に挙げられる。なお、NDP を内蔵しない廉価版画もある。比較的複雑な X86 及び A-30 に命令セットを実装するため、 8086以降386までは機能のほぼすべてをマイクロプログラム方式で実装していた。しかし、リスクブームなどもあり、インテルとしても、性能向上は、市場命題だったことから、ほとんどの命令を、ワイヤードロジックによる実行とし、5段パイプラインも、動作周波数の向上を狙ったものである。周波数の向上と同時に、 多くの命令のサイクル数も386と比べ、大幅に削減され、基本的な命令は1サイクルとなった。またあまり本質的ではないが、当時の利用者にとって影響が大きかったものとしては、仮想86モード中での入出力命令の高速化などもある。なお、乗算だけは42サイクルとなり386、より1クロック遅くなった。ただし、 複雑な動作を行う一部の命令については、マイクロプログラムを併用している。不動小数点モジュールは、統合による、オーバーヘッドの削減による、高速化のみで、パイプライン化はしていない。インテル486デラックス 2ODP、a m d シリックスハット、インテル8087からラピドキャドまで、コプロセッサーの歴史。ASCII.JP。 2020年3月29日閲覧。C ステートとはデル日本。www.del.com。2021年4月18日閲覧。ありがとうございます。